光間寺は、栃木県大田原市にある、総当宗の寺院である、大田原市の菩提寺として知られている。海貴は、戦国武将である、大田原漬け清。さ山は、助け清の兄で、長光寺の三代目住職であった、帝王林道、山和奈緒。後に、明治にかけて、代々の大田原藩主として、一帯を統治し、大田原市の地名としてその名を残した。 大田原市一族の菩提寺として、1545年に創建された。光ま寺という字号は、スケキオの父母の戒名から一文字ずつを取って命名されたと言われている。境内の本堂西側には、大田原市の歴代大田原城主及びその祭祀を祀った霊廟があり、この霊廟は1965年に、大田原市指定の文化財に指定されている。 大田原城市からほど近く、現在の大田原市の市街地中心からもあまり離れていない。かつては五百国という法外な治療が与えられるなど、大田原藩から手厚く保護されていた。標速中央の門は、江戸時代中期に大田原城の門を移設され、その後1825年に消失したものを再建したもので、屋根の上部には、大田原市が用いた家門の一つである。 おぼろき門が刻まれている。門の付近には、江戸時代に、大田原藩によって、大田原城付近まで延長され、飲料水に、用いられた引き沼用水の用水路が通過している。本堂の裏手には、流体山と呼ばれる丘があり、ここから、大田原市の市街や大田原城市を一望することが、できる。かつて、大田原市場所はこの丘に立地していたが、 墓所の風化や損壊を防ぐため1940年に現在の場所に移設された。流体山を挟んだ反対側はダビ川の下流域となっている。毎年2月3日には節分会が2月及び7月の23、24日には春秋地蔵村霊大祭が行われ、その際には関東各地からも参拝客が訪れる。このうち2月の地蔵尊春大園日には、 歴代藩主の供養が取り行われ、その際にはかつて、大田原城の完成を祝う宴会の余興として披露され、周辺一帯の一部地域でも伝統芸能として伝わっている、白く甘いが奉納される。ありがとうございます。